子子さん日本共産党の平芳子ですえ初めにです、ね、国際オリンピック委員会、IOC の幹部の一連の発言について伺います。IOC のコーチ調整委員長は、緊急事態宣言の下でも五輪を開催するかと問われ、もちろんイエスだと答え、バッハ会長は、オリンピックの夢を実現するために、誰もがいくらかの犠牲を払わな,きゃい,払わないといけないと述べ、 そして最さんの委員、パウンド氏は、アルマゲドンでもない限りある、菅首相が中止を求めても大会は開催されるとまで発言をしました。どこまで上から目線の発言か。日本ではオリンピック中止を求める署名は40万5000筆を超えています。世論調査でも多数が中止。 または延期すべきだと、この夏は開催できないと声を上げているのに、オリンピックが開催できさえすれば、日本国民の命がどうなろうと知ったことではないと言わんばかりのひどい発言、試験侵害にもつながる発言を許しておくのかと、オリパラ担当大臣に伺いたい、IOC 幹部のこの一連の発言について、日本政府として抗議をしたのでしょうか。 丸川国務大臣、はいえー、まずそもそもでございますが、委員ご指摘の IOC ・バッハ会長の発言について、組織委員会から IOC に事実関係を確認しましたところ、バッハ会長はすべてのオリンピックコミュニティは犠牲を受け入れなければならないという趣旨の発言をしました。えー、原文を取りわせて確認しましたところ、バッハ会長の発言は、 Everyone とおっしゃってまして、まさにあの日本国民に対して発言されたものではないということは明確です。次に IOC コー委員長の発言については、先日の IOC 調整委員会の終了後の記者会見において、記者とのやり取りの中で、緊急事態宣言下においても、東京大会のテストイベントが実施をされていて、 アスリートの安全安心も、日本国民の安全安心も確保ができたという点で成功しているという趣旨の発言の中で述べられたものと承知をしております。ですので、国民の健康や命よりも東京大会が大事というような趣旨では発言されていないという理解をしております。いずれにしても政府としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に全力を尽くし、 そして引き続き私も5者協議の際も、医療への負荷をしっかりよく受け止めてくれということを再三、まさに3度申し上げたんです、えー、加えて人流対策も必要ですということも同様にえ訴えてまいりました、これからも国民の安心安全を守るという観点から、しっかりと調整を進めていきたいと考えておりまきらよしこさん、まあいろいろおっしゃいましたけど、抗議一つされていないと、そもそもね、 あのパウンド氏に至っては、首相がたとえ中止を求めても大会開催されると、もう主権侵害につながる発言をしているわけですよ、それに対して抗議一つしないっていうのはね、いや、主催国としてあまりにも責任だと言わざるを得ないと、今この瞬間にも感染拡大で多くの方が苦しんでいて、亡くなる方もいて、医療従事者は必死で戦っていて、休業を余儀なくされている事業者はいよいよ限界で。 経営の危機に追い詰められている、もうそれなのにどんな犠牲が出ても、オリンピックだけは開催する、そういう IOC の姿勢に対して抗議もしない、一緒になって開催突き進む、医療をひっぺがして、オリンピックに機力しろと、要請までかける、もうそういうね、あの政府の姿勢は私は許されないと思うんです。で、オリンピックで重大なのは、この大規模なイベントの開催により、 一般市民への感染が急速に広がるのではないかということですとりわけ今日私が確認したいのは子どもたちについてなんです子どもたちオリンピックパラリンピック競技を感染させる学校連携改正連携感染についてあの計画がされているとこの学校連携感染とはどの都道府県を対象に何人の子どもたちの感染を予定しているのかお答えください スポーツ庁藤陽子次長お答え申し上げますご指摘の学校連携観戦につきましては、新型コロナウイルスの感染が拡大する前の令和元年度に、組織委員会によって募集が行われたものでございます。対象地域といたしましては、東京都など競技会場が所在する自治体や、東日本大震災被災3県等と聞いております。 また、令和2年1月時点でのチケット数は、オリンピック・パラリンピックを合わせて約128万枚であったと聞いておるところでございます。現在、観客の上限や感染症対策にかかる検討が行われているところでございまして、この結果を踏まえて、本件の取り扱いについても、組織委員会において検討がなされるものと承知しております。すさん まあ全国で128万人の子どもたちが動員される計画であると、でこれ、コロナ前の計画だというご説明だったんですけれども、東京都に関して言えば、コロナ感染拡大したあと、昨年の12月の時点で、もうあの前の日程から1日だけずらしただけの日程が、学校関係者に届いていると、で東京都都議会でこの問題、斉藤真理子都議会議員が追及したところ、 この東京,東京だけで私立を含めれば、90万人もの子どもたちが動員される計画だということが明らかになってるんです、これだけの数の子どもたちを、このコロナ禍移動させて、競技会場に集中させるのか、コロナ前の計画が未だに生きている、実際にこの都の学校に通知も出されていて、下見もされているわけですけれども、それが生きているということに、私は驚きを禁じ得ないわけです。で あの確認をしたいんですけれども、仮に、仮にこれが無観客開催、オリンピックが無観客開催となった場合、この学校連携観戦、もちろんやめるということでよろしいですか。スポーツ庁藤江次長 繰り返しになりますが、安全安心な大会実施という観点から、観客数をどうするか、それからあのその際の感染症対策をどうするかについての検討が、組織委員会において行われておりまして、この結果を踏まえ、学校連携観戦の取り扱いについても検討がなされるものであると承知しておりまして、ご質問の仮に大会が無観客になった場合の取り扱いということも含めまして、組織委員会において検討がなされているものと考えております。 吉子さん検討ってね、いまだにそれすらはっきり言えない、分からないっていうのがおかしいと思うんです、無観客だったら行かないのが当然なんじゃないですか、新聞赤旗日曜版が東京都から入手した資料に基づいて試算したところ、国立競技場で行われるパラ,競パラ陸上競技の観戦予定者、1日で平均127個 21,798人の子どもたちが一堂に集結するという計算ですこの人数が例えば公共交通機関で移動しろと言われてますから公共交通機関電車使って同時刻に国立競技場を目指すとなると最寄り駅のホーム校内に人が溢れて場合によっては身動きができないだけの密となるのは避けられないと駅関係者などは言っています子どもへの感染力の強い変異株も広がっている中オリンピック感染で クラスターがもし発生したら、一体誰が責任を取るのでしょうか。そうじゃなくてもね、感染対策として着用しているマスクによる熱中症の危険もあるわけです。東京都医師会会長も、国内の感染が落ち着かない限り、この計画、見直しが必要だと言っています。もう子どもたちの東京五輪感染計画の中止を求める署名、1週間で2万7000筆が集まっている。文科大臣 もう文科省こそ、子どもたちの命と健康、守る立場に立って、この学校連携感染は直ちにやめる、この判断すべきじゃないでしょうか萩生田文部科学大臣あの先ほど、スポーツ省の次長も説明しましたが、この学校連携観戦の取り扱いについては、現在、国内における新型コロナウイルスの感染状況も踏まえ、 観客上限にかかる検討や、観客の感染症対策にかかる検討が行われているところであり、この結果を踏まえ、組織委員会に,しにて検討がなされるものと認識しております、これは私がやれとか、私がやめろっていう性質のもんじゃないと思うんで、あの適切に判断をされると思います平良子さん。いや、大臣が決めることじゃないとおっしゃいますが、先ほど言ったように、もしこれでね、子どもたちの中に感染が。 広がったらどうするのか、誰が責任を取るのか、学校に全部丸投げなのかっていうことを聞いてるんです、そういう意味では、子どもたちの命と健康を守る立場に立てるのは文科省だと、やっぱり直ちにあの中止、求めなきゃいけないんじゃないのかと、まあ、こういうね、子どもたちの命を健康を守る立場にすら立てないような状況で、安全、安心のオリンピックなんて、もう到底無理です。オリンリンンピピッッククパラ今すぐ のの決断をすすするるようににに強く求め次次第ですそしててて奨学金の返済についいいも今日は伺いたいと思っておりますえこのどんな経済状況であっても、厳しい改修を行っているこの機構に対して、民間の金融業者よりもひどい取り立てじゃないかということが、この間、ずっと指摘されている奨学金返済問題なんですけれども、今日伺いたいのは、保証人に対する請求、分別の利益についてです。 分別の利益とは、民法上の規定で、借金の保証人が複数人いる場合は、一人一人の保証人の返済額。 は残っている返済総額を、保証人の頭数で割った分でいいという仕組みで、奨学金の場合は、人的保証を選んだ場合、連帯保証人と保証人、1人ずつ立てることになっているので、本人も連帯保証人も返せないとなった場合の、保証人の返済というのは、請求額の半額、2分の1でいいという仕組みになっているわけです。しししかしこののの分別の利益とといいいうのがうほとんど適用されていないもう全額保証人請求にした場合 払わされている実態があって、まあ、各地で過払い金として返還を求める訴訟も相次いでいるんですで、まず現状を確認したいんですけれども、日本学生支援機構、2010年から2020年の間、保証人に対して返還請求をした実績というのは、どの程度か、請求した保証人の数、お答えいただきたい、またそのうち、分別の利益が適用されているのは何人なのか、併せてお答えください文部科学省、白井義則高等教育局長。 お答えいたします日本学生支援機構からの報告によりますと、あの決算前のため暫定値となりますが、えー、2010年から2020年までの間、えー、1969人の保証人に対して返還請求を行い、そのうち、えー、分別の利益を主張し、適用した保証人は133人であると聞いておりき吉良義子さん。 はい、この分別の利益が適用されているのは、全体の1割に満たない数にとどまっているということなんですね、まあ、これだけでも問題だと思うんですが、もう1点確認したい、この保証人がただ、言われたとおりに全額を返還しましたと、返済しましたと、ただその後に分別の利益があるということをして、えー、主張して、分別の利益を主張した場合、その半額、分別の利益分の返金をした事例というのは、今までにあるのでしょうか。 文部科学省ははくい高等教育局長、え日本学生支援機構によりますと、保証人が全額を返還された後に分別の利益を主張された場合にですね、返還した事例はないというふうに聞いております。平吉佳子さん、ないってことなんですね。これとんでもない話で、そもそも分別の利益が適用された人が されている人が全体の1割に満たないというのは、機構側がこ請求をする際に、そういう権利があるということを保証人に一切知らせないまま、全額一括での返還を有無を言わさず迫っているからなんです。例えば、名の奨学金の保証人のとなった70代の男性、2018年10月に機構から全額一括での返済迫られ、総額が922万円。 ご本人は70代であるにもかかわらず、週3回の夜勤を続けるないと生活できないような経済状態だったけれども、名も、その連帯保証人だった名の父親も自己破産していると聞いて、もうこれはしょうがないからと、老後の蓄えをはたいて、922万全額を振り込んだっていうんです、郵便局で振り込もうとしたときに、あまりの高額に職員が驚いて、本当にいいんですかと声をかけてきたと。 ただそれでも、機構側からの書類には、最終通知で、連絡がないときには裁判所に支払い督促申し立てを行いますと、などとあったため、とにかくその場で支払うしかなかった、で、その後になって、改めて報道で、保証人は半額でいいと知って、機構に問い合わせをしたけれども、先ほどあったように、1円も返してもらえなかった、有無を言わさず、分別の利益の説明もなくって、全額の一括返還を求めておきながら、 後で主張しても返されない本当にひどい対応だと思うんです。で、先日、ついにですね、この対応について、許されないんだという、地裁判決が出されました、5月13日の札幌地裁の判決です。この判決では、こうした後からの申し出でも返還すべきだとされて、保証人の負担分を超えた部分については、日本学生支援機構の不当利得であると、明確に述べているわけですが、文科大臣、この判決を踏まえて、 もうすでに支払い済みのものについても、分別の利益に相当する部分については、保証人たちに直ちに返還すべきではありませんか、いかがでしょう萩生田文部科学大臣。本件につきましては、日本学生支援機構で対応すべき、検討すべき事項だ,事項だと考えます。このため 文科省とししててのコメントは差し控えさせていたただきいいいと思いますいずれにしましても、日本学生支援機構は今回の札幌地裁での判決を踏まえつつ、法人として関係者への説明も含め、適切に対応すべきことであると考えますらよし子さん。 まあ機構に丸投げっていう文科省の事業でもあるわけですから奨学金ちゃんとあの責任持ってコメントしていただきたいと思うんですけれどもこの機構のね保証人への請求っていうのは本当に悪質と言われても仕方がない事態だと思うんです先ほどの一括請求のみならずこの例えば返還が困難だと相談があってもなお機構側は保証人に対して や分別の利益があるから、返済額は半額まででいいということについて、説明すらしていないわけです、この札幌地裁の原告の場合は、高校教員で定時制高校で担任を受け持った教え子の保証人になったところ、退職後に機構側から督促状が届いて、で教え子のところ行ったら、もう電気も止められ、食べるものにも困る状況でと、連帯保証人の父親がすでに死亡していたので、もう自分が払うんだと、腹をくくったというんです。けれども 実際には楽ではない年金生活だったので、機構と何度も連絡を取って、ようやくのこと、分割での支払いっていうのを認めてもらった、でその何度も相談している間、機構側からは、分別の利益については何一つ説明がなかったっていうんですね。法的知識のない保証人に、公的機関である日本学生支援機構側が、この分別の利益の説明をしないなんて、あまりにひどいと。まあ 返還の手引きやホームページ等にこれ、掲載しているんだっていうことはね、散々ざん機構などが説明していらっしゃるんですけど、いや、もう高齢の保証人も多い中、ホームページに載せてますからって言っても、それで説明が十分とは到底言えないと、やっぱりこの保証人に請求をするそのときに、あの保証人から、もしくはね、保証人から返還が困難ですと、相談があったそのときに、分別の利益があるんだということを、機構側からちゃんと、 説明すべきだと思いませんか、大臣、いかがですか萩生田文部科学大臣あのこの前、記者会見で、私なりの主権は申し上げたつもりでいるんです。それで今は まあ訴訟中になっってししままいましたんで、まあ、ちょっと私自身のコメントは控えさせていただきたいんですが、今、本当はそのホームページに書いてありますって説明をしようと思ったら、そんなことはって先生おっしゃったんで、まあ、確かに高齢者の方たちにですね、こういったホームページに書いてありますよということだけで、分別の利益について理解をしろというのは難しい話だと私も思います。したがって請求すするるる際に分別の利益があることを説明かかどうかは まあ本件に関しては訴訟中でありますから、コメントは差し控えた上で、一般論として、奨学金事業は学生のためのものでありますから、分かりやすい制度であるべきと考えます、で特に今回の例のように、恩師がですね進学をきっと進めていただいたんでしょう、でその中で、連帯保証人は見つかったけれども、保証人が見つからないという状況の中で、ならば自分がというようなやり取りがきっとあったんじゃないかと私も推測しますよ。 そうしますとあの、そういった方に、ですねやっぱりあの、えー、しっかり制度を理解していただいた上で、その法的な責任を果たしていただくというのが望ましい姿じゃないかなと思いますので、さまざまなご意見を踏まえて、これを機会にあの私としてはより良い制度にしていきたいという思いはございます平良子さん。まあ あの分かりやすい制度であるべきだし、ちゃんとその法的な権利についてね、理解をしてもらうべきだという大臣の答弁でした、いや、そうであればやっぱり、この請求するそのときに説明するっていうことを徹底しないといけないわけです。 ちなみにこの分別の利益については、保証人が申し出るべきだということを散々、機構側はずっと言って主張しているわけなんですけれども、それに対して札幌地裁の案決では、こうした分別の利益の効果発生に、保証人の何らかの行為を要求していないんだと、うそういう主張全部否定をしているわけですから、もうこうした主張はね、許されないんだと。当たり前の 請求時に説明するととといいいう当たり前のことをやななきゃいけないと、まあ、先ほどの高校教員の方はです、ね、教育事業に関わる機構が、保証人が法律を知らないことに乗じて、法律上は支払う義務がない金額まで支払わせていたことは許されませんと。 教育事業に関わる機構なのですから、きちんと制度の説明をして、法律上支払う義務がある範囲を超えて支払うかどうか、私たち保証人が自発的に支払うかどうかを判断する機会を与えるのが筋じゃないでしょうかと訴えている、まあ、当然だと思うわけです。でちなみに、この機構がこのような堅くなな態度を取るのは、やっぱ回収ありきなんです。返還中の保証人に分別の利益について、機構が伝えない理由について、機構の 遠藤克弘前理事長は、それを伝えてしまえば事実上、半額を回収できなくなるんだということを話していて、とにかく全額回収することありきだから、当たり前の分別の利益の権利の説明すらしないっていうことを言っている、こういうことをね、やってることが本当に私は悪質だとしか言いようがないと思うんです。公的機関である日本学生支援機構が分別の利益を伝えず、放置資がない。 保証人を利用しても、とにかく全額回収ありきで進める、このやり方はあた改めるべき、全額回収のそのやり方をありか改めるべきじゃないかということを、大臣、いかがでしょうか萩生田国務文部科学大臣です。あのまあ、先ほども申し上げたように、あの本件については訴訟中であります、一般論としてはやっぱり、あの丁寧にですね、 利用者に理解してもらえる制度の説明というのは必要だと思いますので、そこは制度を上げていきたいと思っています吉子さんやっぱりこの機構の姿勢をね、改めなきゃいけないんですよ、もう民間の貸金業者よりもひどい取り立てだと思うんです、とにかく回収率9割以上だとかなんだとかって言っていますけど、海外を見てみれば、この奨学金の事業っていうのは、あの全額回収ありきの事業にはなってないんです。 そもそも普通のローンだったら、あの返す能力があるかどうかの厳正な審査をやってから、ローンをするわけですけれども、奨学金について言えば、もともと資金のない学生に対して奨学金を貸すという事業なんだから、返ってこないこともあり得るんだと、それを踏まえた制度設計になっているのが、海外の対応型の奨学金事業なんです。 なのに日本はとにかく全額回収でやるんだって、そういう姿勢をやってるから、こうやって保証人に対してまで、分別の利益を超えてまで返還を求める、あまりにひどい対応になってる、これをね、変えさせなきゃいけないんだと、もう多くの人が教育にかかる国の公的機関だから、まさか必要な説明もしないで取り立てる、あこぎなことはしないだろうと信用して。 たとえ返還が難しい経済状態であっても無理をして、全額返してしまっているわけで、直ちにです、ね、こうした保証人への分別の利益を全面的に認めて、全額、全額じゃない分別の利益の分は全額返還すべきであるということを申し上げまして、質問を終わります他にご発言もない内容ですから、令和元年度決算ほか2件の 本日のの質疑はこの程度といたします予備費3件につきましては、質疑を終局したものと認めてご、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。速記を止めてくださいこれより予備費3件を一括して討論に入ります。 ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べください。